メルトさんがチャンネル2周年迎えたみたいだからお祝いするよ。自分のとこでやってないのに他の人のとこを祝うのね。ふふ、メルトさんとはこれからも仲良くしていきたいからね。仲良くしたい相手をカオス茶番に巻き込むのはいかがなものかと思うけどな。で、いつお祝いに行くの？あたしゃらは行かないよ。え？だって君たちみたいな王道キャラで言ってもうちのチャンネル館内じゃない。だから別の人をメルト会に送ったよ。出番これだけ？うん。主人公なのに？うん。ねえマリサ、キャラ半分くらい闇に葬れば出番増えるかしら。出始めに小悪魔から。やめなさい。うちきさんにプレゼントを持ってきましたよ。もしかしてサワーさんのとこのプニプニあやちゃんです。こちらの世界のあや特別をつかせるためと、うちきさんが発情しないようにプニプニ幼女に変化しています。あ、もしかして幼女好きですか？可愛いとは思うけど手は出さないよ。メルトさんへのお祝いってことで、まああなたを代表としてプレゼントを受け取ってもらおうと思ってね。わざわざありがとうございます。あのプレゼントって？カズト像よ。作るの大変だったわ。作って早々申し訳ないんですけど、壊してもらっていいですか？まあまあ頑張って作ったんだから少し付き合え。いやマジで早く壊してください。人里に居づらくなるから。本当になんで俺の像なんですか？他にもっと適任の人とかいたでしょう。内木さんが喜ぶように私の像にする話もあったんですけど、像とはいえスカートの中を見られるのは恥ずかしいなって。可愛い部下のチブを見られるのは私としても容認できんからな。いやそもそもプレゼントが巨大な像って発想がおかしい。うん、組み込まれてるー。クックック、小悪魔真剣長王に建築権、その天狗はもうダメだ。クソ、よくも異世界の姉上を。私があの時、姉上だって気づいていれば。これはいい石材ですね。私、はゆりだけど。ふんふふふん。私、はゆりだけど。さっき石材が喋ってましたよ。そんなバカな。私、はゆりだけど。絶対に許しませんよ。いや嘘でしょ。その、はゆりさん大丈夫ですか？カズトと一つになれたみたいで興奮する。しっかりして、俺を置いてカオスに飲まれないで。やりー、いったー。クックック、私の拳を食らって立っていられなかったのはお前が初めてだぜ。何それすっごい不明よ。カズトに何してんだ貴様ー。クックック、手を出すと死にますよ私がな。コア君は無茶しやがって。ちょうどいい、おいめぐむ、今日こそ貴様と決着をつけてやる。望むところだー。行くぞ決戦のバトルフィールドへ。いやいや姉上、その決着はこっちのめぐむ様じゃなくてメルト会の人とやってくださいよ。だってこっちのイズナ丸めぐむ、ノリも性格も悪いし。そりゃあ私は容姿も性格も最高の大天狗だからな。カラス天狗にノーパンを義務化させて獣耳まで義務化しようとしていること以外は素晴らしい上司だと思います。完全に私物化してるな。とにかく喧嘩なら勝ってやるぞ。カズト像の中にあるバトルフィールドでやろう。ニア像の中に何用意してるんですか？住めるようにしたのよ。社名丸はゆりの指示で。妖怪の山に建ててくれたらもっと良かったが、いつでもカズトに会いに行ける別荘ができたと思えばこれはこれで悪くない。ゆかり様に怒られますよ。ちなみにお尻から出入りするのよ。俺の尻に真理の扉が。出番を持ってかれた。むしろ持っていかれろ。へえ、よく作られてるじゃないか。カズトとの愛の巣だ。妥協せずにあれこれ注文したからな。このボタン何？知らん、それは注文してないぞ。あっはっは、自爆装置だったみたいだな。貴様何してんだー。やっぱ自爆装置は定番よね。脱出するぞ、乗れ、はゆり。ドラゴンがケツから出てきた。ただしドラゴンは尻から出る。そろそろ爆発するわね。いや、こんな人里で自爆されたら大変じゃないですか。大丈夫よ。プレゼント気に入ってくれた？頑張って作ったんですよ。ありがとう、サワーさん。でも、次はもうちょっとまともなお祝いがいいです。